こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。今回はですね、歯切れを使う歯切れバージョンですね、歯切れシリーズになります。ちょっとね、歯切れにしては大きいんじゃないかってことなんですけど、これ実はですね、めちゃくちゃ大きな、なんかバッグにしていたんですけれども、使い勝手がね、もうそんなに良くないなって使ってみて思ってですね、実はね、ユーズドにはなるんです、一応ね。ただですね、状態なんかもいいので、完成して売り出す時にはユーズドであることは必ず書いてですね、ちょっとまあ他より、新品のものよりは多少ちょっと違う感じのお値段に差をつけるかもしれないんですけどね、そうやってやらないと、なんか新品と中古品とちょっとなりますもんね。そういうことで、またそれ後々考えるんですけれども、今回ちょっとせっかく広々とした面積があるということでですね、割と大きなパーツを使ったものができるのかなと思って、こんな型紙を作ってみました。なんかタンクトップみたいなんですけどね、これはですね、レジ袋風な形のこの仕様になるんですけれども、出来上がりはだいぶレジ袋とちょっと違うけれども、違う風になると短くなると思うんですね。で、お弁当バッグのような感じな、お弁当箱のスリムなものが2段ぐらいで入る感じかな。それでお弁当箱をダラダラとこうくずけちゃったらいけませんから、中で例えばお弁当箱を包み込んでですね、で入れるバッグですよね。それで蓋をタブで、マジックテープでタブで蓋をして、でさっきのベロみたいなのはあれタブですね。ということでですね、この記事でですね、名前はどうしましょうね、お弁当バッグとでも言いましょうかね、お弁当バッグを作るっていうことにしましょうかね、そういう感じのタイトルということで、歯切れで作るものですね、それでお弁当バッグを作っていきたいと思いますね。よろしくお願いします。でですね、型紙はね、作ったもののですね、これは前に私が本番用そのレジ袋ですね、あれの型紙の感じの雰囲気を覚えていたので、ちょっとスラスラと作れた感じがあるんですけど、だいぶまたそれとも勝手が違うかなって感じですね。まずその幅が狭いんです。その一番上の持つところの幅が半分ぐらいなんですよね。なので5センチなんですよ、これ幅。でも2つに、そのレジ袋みたいに2つに折るとなるとすごい細くなるし、2つに折らないかもしれないなと思うと、ちょっとやっぱり勝手が違った感じの出来具合になるので、ちょっと未知な部分もあるんですけど、歯切れならではの良さということでですね、そういうふうにやっていきたいと思いますね。でも歯切れなんだけれども、やることはしっかりしたところはしっかり作りたいというのがありまして、やっぱりですね、普段の私がそのバッグに込めているそのきちんと作りたい思いとかですね、そういうのは変わらずにこちらにもね、反映させていきたいと思うので、このようにですね、こういうところなんか伸びそうなとこ伸び止めテープを貼ったりとか、そういうのはね、ちょっとやっていきたいんですよね。ただこれにはキャンパス地みたいな感じでですね、なんだろうな、これ折り方がね、オックスフォードっていう折り方なのかなとちょっと見ていて思ったんですけど、何しろね、昔の記事でですね、昔はそういうふうに今みたいに全部写真撮ってですね、購入した時にすぐ写真撮って全部品質から原産国から全部控えているんですけれどもね、日本製は日本製だったと思うんです。昔からね、日本製を結構意識して買っていたので、それはそうなんだけれども、あとこの柄から見てもそうですね、いかにも日本製のバラですよね、昔の古典的な。でインテリアのね、部類の生地なんですけど、で紺の字なんですよね。で綿、品質もね、ちょっとね、多分綿 100% だと思うって感じですね。なんかとカジュアル感が割とあるような、花柄はちょっとエレガントなんですけれども、紺のベースっていうところとか、柄がオレンジだったりとか、マルチカラーで綺麗なんですけどね、少しカジュアル感がやっぱりあるんですよね。はい、それで早速もう始めちゃってますけど、まずはですね、伸び止めテープ、カーブに貼った後にですね、縫い代をですね、最初ですね、5ミリで三つ折りしようと思ったんですけど、ちょっと無理があってきついんですよ、5ミリって。だからね、7.5ミリ、余裕でゆったりとできるようにですね、ちょっとした今やっぱり余裕というかですね、きちきちにする必要もないので、折れる範囲内の最低限ということで 7.5ミリですね、 7.5 ミリの縫い代で三つ折りするっていうことをね、やっています。でそれをですね、カーブのところまず折って、
それが終わると次あの両脇っていうことですね。で一番下は裾、一番下の底の部分はですね一番最後になります。両脇済んでから底をやるっていう順番にがやりやすくていいかと思います。綺麗にやれるかと思います。それで、もう一枚も同じようにやっていきますね。印をつけて、印をつけるところは結局 7.5 って折られるわけだから 2. いくつですね。 7.5×3 ぐらいなので、計算上では 2.25 全部で折るっていう感じなんですけど、印をつけるのはね 1.5 につけた方がやりやすいんですよ。 1.5 までまず最初に折り目つけて、その後その折り目通りにもう1個折るっていう風ですね。それをやります。そしてこれ終わったら叩きます、ミシンでね。あとからあの U の字のとこから最初に始めていくと思うんですけど、あのまとめてやります。もうあのまとめてというか折り込んで三つ折りしたとこから端1ミリぐらいかな、そういうところに塗ってきますね。でこのベロみたいなタブはひっくり返しますから、その前にマジックテープをつけるんですね。でマジックテープをこの黄土色のこの花の中の一つの色とマッチしてたので、この黄土色みたいなキャメルの色で、あのちょこんと残ってたんですけどね、あのもう歯切れ用にですけど、まあいつも普段使うバッグに使うのと同じやつですけどね、それのちょっとしたちょこんと切ったやつがちょうどあって、でそれを取り付けますね。で、タブの方にオスの硬い方を取り付けますね。で本体の方にメスの優しいサラサラの方を取り付けますね。マジックテープはね、これ一周やった後に作業しますからね。さっきは準備だけでなってますね。まずはこの三つ折りのところを叩いていきますね。ちょっとね、アカーブのところね、やりにくいんですけれども、それなりにねコツがあるので、ちょっとまたちょっとお伝えしますけれども、そこの場面に来たら。で次脇行ってますね。ちょっと今カーブのところしっかり映ってなかったので、次の映った時にね、なんかどのようにやってるか見ていただけますでしょうかね。カーブに合わせてですね、ちょっと生地をねひねるんですよね。それをやってますから、そうすると割と綺麗にできましたので、なんかコツなのかもしれません。そういう風にね、カーブのところを折るって普通ちょっとなんか考えられない次元ですもんね。なんかありえないことをやるんでね、なんか難しいですけどね。これも片方の脇をやってますね。こんなに見てください、こんなに細くなりますもんね、このタンクトップみたいなこの持ち手がですね。だからここをね最後に2つに折るっていうのはちょっとね、あの分厚くなるし、やめた方がいいんじゃないかなってちょっと思いましたね。これここもひたすら塗っていきます。もうひたすらこういう作業ですね。もうロックとかかけないですからね、もう全部この三つ折りでこの裾を始末するっていう、なんかそういう感じですね。今は裾ですね、これね。はい、ではカーブのところのコツがちょっと映るかどうか見てみますね。まあ、この辺はねストレートなのでいいですわね。こっからですよね。こっからほら、こうやって私がね、なんか自分が動いてるっていうか、なんかわかります？あ、手をぐるくなんか U の字にちょっとひねって、結局ミシンで縫いながら U の字の形を作るんですよね、手で。そうやってやるとやりやすいです。それちょっとコツかもしれません。もうここストレートな息に入ってしまったので、また次のちょっとタイミングを見ましょうかね。ここですね。次ね。こういう風になんか U の字に設置しといて、なんかぐにゃっと塗ってますよね。これやると結構綺麗に縫えたという結果ですね。やってみて。また、じゃあこの U の字のことに関してはですね、レジ袋をまた違う、今まで1回しかまだ作ってないんですけど、違う生地で作っていくことがあると思うので、その時にじっくりまた解説したいと思いますね。今言った感じのことをもう少し
徹底的にちょっと見てみるって感じにしましょうかね。もうここで出てこないので U の字、もうストレートな、今脇のとこ塗って、次最後裾でもう2枚目終わりますもんね。はい、そして次はですね、いよいよタブですね。タブ待ち針ちょっと留めてですね、細かく目に留めてですね、ちょっとずれないようにやっていきますね。それでここはそうですね、ちょっと縦長なのでひっくり返しにくいから形をちゃんとうまく出すようにっていうとこポイントかもしれないし、あとはカーブを綺麗なカーブにするとタブが美しくなるって感じですね。タブの先端のとこの形ですね。でね、2倍速です、これ。こんなに早くやってません、実際は。もっとゆっくりなんですけどね、2倍速でちょっと回してます。はい、そしたらですね、ひっくり返してきましたので、アイロンかけて縫い代も 1.5 センチ中に折り込んでやってきましたので、ここ口を縫います。で、縫うそこからの延長で U の字の部分も叩いていきますね。ちょっとね、キュンと、最初の型紙よりキュンとなりますよね。 1.5 センチの縫い代で縫って、縁がちょっと削られて、このカーブのところね、これこの縫いも綺麗にやれると綺麗ですよね、見栄えが。で、しっかり出てないところはこの時に縫いながら目打ちで出していくみたいなことをやるといいです。はい、そしてですね、タブを叩きつけるんですけど、本体にどの位置に叩きつけるかっていうのをですね、ちょっと決めて、待ち針でやった方がずれないからいいかなっていう感じですよね。真ん中に今待ち針印してありますよね。で、そこのタブにも真ん中のところをちょっと指定して、それガチンと重なり合うところでしっかり固定していくんですけれども、このね、位置がですね、ちっちゃいものなのでギリギリっぽいところでいいかなっていうことで、元の縫い線、今その 7.5 ミリずつ三つ折りした線ですね、 U の字って言ってたあの線のところに沿うの延長になるようにね、この叩きつけ部分が、そういう感じで見栄えにしました。新たな線が出ちゃわないっていうか、そのつながりみたいな感じですっきりと見えるかなと思って、それで 7.5 ミリではちょっとピラピラするので、もう一箇所ですね、叩きました。ちゃんと固定されるようにね、見にくかったですね、すみません。はい、そしたらね、だいぶできてきましたね。次にちょっとこの今更ながらですけど、ブランドネームちょっとつけていきますね。やっぱりこれ売ると思うので、ブランドネームを叩きつけます。ブランドネームの時はいつもですね、あまりお話ししてなかったんですけどね、幅、ミシンのミリ数の幅をちょっと狭めにしてまして、一字立てで縫うから狭めでちょっと取れにくくするっていう感じで 2.5 ミリにしてますね。普通3ミリです、地縫いとか3ミリにしてるんですけど、ネームのとこは細かいところだしってことで 2.5 ミリにしてるのかな。で、糸の色を変えてます。今回の地縫いの糸のお話をしてませんでしたけどね、今回グレーみたいな色にしてます。なんか前なんかの動画の時にこれの別のポーチかなんかをお見せした時あったんですけど、私が昔作ったやつっていうことで、10年ぐらい前に作ったやつだとか、なんかそんな感じかな。その時のに紺でやるとすごく汚くなっちゃうよって、紺の字だからって言って紺でやると汚くなることがあるみたいなお話をしていて、それがね、まさにこれそうなんですよね。なのでグレーあたりのなんか微妙な色だし、お花の中の色の薄い方の色でとマッチしていたので、それをちょっと取ってグレーみたいな色でやってるんですよね。やっぱりね、紺でやるより全然浮かなくていいですね、糸がね。あ、で、今これつなげてますね、取っ手と取っ手を。で、つなげる部分、だいたい2センチ、5ミリぐらい取りました。で、その後、三つ折りするんですよ。三つ折りして、この縫い代を隠します。だから全部で4箇所になるわけですよね。三つ折りして、そこに叩きつけるステッチを入れると。これ最後ですかね。
それで次にの何をするかと言いますとですね、脇のところを縫って縫い止めしていきますよね。で、どの位置に縫ったらいいんだろうっていうことでいろいろ考えましたんですけどね、まず持ち手は折らないっていうふうに決めました。なんか折るとねくしゃくしゃってなっちゃうので、折らなくて曖昧な感じのポーチになるんですけど、ポーチというかバッグというかミニバッグというか、まあそれでいいです、曖昧で。で、待ち針これ止めましたけどね、この待ち針の位置らへんからスタートして、縫い目をね外に出ないようにするんです。このままだとこのまま隅の方でギリギリでやっちゃうと線が2つ出ちゃいますよね。三つ折りにした時の線が、あれがね出ないようにするんですよ。で、そうすると表から全然何もこの線すら出なくなりますから、それが綺麗ですっきりとすると思いますので、全部の角そういう風に下も底の部分ももう一つの脇のとこも同じようにやって、で同じようにこの辺の位置で留めるということですね。はい、そういう風にやってひっくり返します。アイロンで割ります。この後ね、さっきのその割れ目ができますから、2つ一応割って、でその後ですね、マチをつけるんですよね。はい、それで最初ですね、何センチのマチにしたかな、12センチぐらいのマチにしてしまったんですよ。そしたらちょっとですね、バランスが悪すぎて、これ多分12センチぐらいでやろうとしてるだと思うんですけども、10センチか12センチかってやったかな。で、あまりにもですね、なんかそこの面積が狭くなっちゃって、ちょっとバランス悪すぎるなっていうことで、かえって何も入らないっていうことになっちゃうんですよね、マチ取りすぎると。なのでやり直しました、この後ね。やり直して、結局は最後7センチぐらいのマチにして、バランスはそれでまあ良くなりましたので、そういう風に変えてますね。で、最初の広い方のマチなんですけど、まあやり方は一緒なので、こういう風にね、片一歩だけ縫い代同士をちょっとマチね、カットしないんですよ。このもう丸見えですからね、縫い代の片方とマチの先っぽの先端の縫い代をちょこんとこう閉じてあげるような感じのつもりで、ミシンをシャカシャカとちょっとだけ縫うっていう感じの閉じ方ですね。それをするんですけど、ちょっとねこれここしっかりね、ちょっとマチが大きすぎる不格好なのが映らなかったのでね、ちょっと残念でしたけど、ほどきました結局。で、マチをねちょっと狭くしてやり直しておりますね、今ね。はい、それでちょっとやり直したやつがこれですね。マチを塗っておりますね。7センチぐらいにしました。だからスリムになったわけですね。最初すごい分厚くやろうとして、太い風にどっしりと入るようにしようとしたら、結局面積が狭くなってしまう感じになってって感じで、良くないなっていうことでやり直しましたね。結び目はこういう風にして、ちょっとね見える部分なのでこのようにしています。最後に終わった部分をぐるぐるっと結んでですね、隠してますね。はい、そしてやり直したやつのこのなんか裾留めるところ、これちょっと分かりましたかね。縫い代の先端同士をねこういう風に閉じるんですね。でもう片方のマチもやりまして、縫いまして、そしてまあ結びます、これ。そして裾の方に折り込みまして、こういう風にですね、裾側に折り込んで、縫い代同士の先端部分のちょんちょん、こうやってちょっと歪ませてですね、斜めみたいな、別に斜めになってもいいですからね。そうやってシャカシャカとちょっと縫って、でちょっと丸見えの部分なので、縫ったというところでもこの結び目を作って短くカットして終わりですね。こういう感じの始末しました。だいぶ広くなりました、マチちっちゃくしたことによってね。こんなバランスだったら別にいいと思いますね。はい、じゃあこれで完成ですね。はい、こうやってひっくり返します。マチのとこ綺麗にできてますよね。十文字にね綺麗になったんですよ。よかったです。ちょっとねコチョンとしたちっちゃなものですけれどもね、あまりこれを手で持ち心地とかあんまりそういうのちょっとないですね残念ながらピクチャレスク。はい、じゃあ出来上がりをちょっと見てみましょうかね。ここでミシンのところでちょっとパッと見てみましょうかね。こんな感じになります。中にちょっと入れてあります、詰め物をね。なんかお弁当入れた時のイメージとか、何か別のものでも入れた時のイメージですね。で、ちょっと最初の方に言ってたその持ち手が
曖昧にしてあるよって言ってたやつがですね、どんな感じかっていう風なんですけど、ここでねちょっと見にくいので、この後の場面でね一度ねちょっとそこを注目していただきたいと思いますね。ピクチャレスク、はい、こんな感じですね。ちょっと取っ手のところどうですかね、曖昧な感じっていうのってわかりますか。普通だとあれが2つに折れた感じっていうか、そういう風につながるような感じが開けてあるっていうのが曖昧なんですよね。でもこのやっぱり町をねこの変更してちょっとやり直したんですけど、このバランスだといいですよね。まあまああれがものすごく大きかったのがちょっと全然雰囲気がね悪かったんですよね。これならまあいいと思いますね。こんなお弁当バッグもあってもいいのではないかって思いますね。なんかお弁当ってカジュアルな柄を選びがちなんだけど、ちょっとエレガントですもんね。でも素材は丸洗いとかできちゃって大丈夫だと思うんですよね。これ丸洗いしてもだからじわってなんかちょっとこぼしちゃったり染みついちゃったりしても丸洗っちゃえばいいと思うので、その辺はこの素材は少し繊細な生地ではないのでね、丈夫いし、そういう面ではマッチし合っていると思いますね。はい、ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。ご覧いただきどうもありがとうございました。どうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いします。その他ブログもサイトの方で書いておりまして、下の URL をクリックしていただくとそちらのサイトに飛んでいってもらいます。そしてブログを読んでいただいたり、商品という欄をクリックしていただくとクレジャガードとかですね、プリントの花柄とかバラ柄とかですね、そんな感じの美しいバッグをご覧になることができます。ぜひどうぞ。ありがとうございました。